オッケーゴー。植物性タンパク質取るなら豆乳がおすすめです。ゴー。腹持ちもいいからね。飲む理由がある。キッコーマン豆乳。新商品もキッコーマン。申し訳ございませんでした。林くん、僭越ながら豆乳はリラックスタイムにぴったりかと。林くん、はい、林くん、飲む理由がある。キッコーマン豆乳。新しい味出た。キッコーマン。お願いします。解散でお願いします。お願いします。よろしくお願いします。豆乳はリラックスタイムにぴったりかと存じます。スタート。この度は申し訳ございませんでした。林くん、僭越ながら私、豆乳はリラックスタイムにぴったりかと存じます。林くん、林くん、ありがとう。ありがとう。はい、カット。ありがとうございます。じゃあこのカット OK。 ありがとうございます。右手に商品を持っていただいて、飲みカットです。スタート。ちょっとまばたき多めで、それで飲んでください。カット。いい音しましたね。オッケー。カットがオッケー。はい。あ、はい。はい、よーい。スタート。お疲れ様です。いなりあんざかり。さっしゃあたやみ。ありがとう。ちょっと最後スキップしちゃうのよ。オッケー。林さんがスキップするんで。よーい、スタート。お疲れ様です。さっ。はい、カット。ありがとう。振り返り。はい、OK です。林さんと加納さん入られます。おはようございます。おはようございます。お願いします。林さん、こちらのエンジンお待たせしました。で、エンジンコマンドエンジンやります、はい、セリフだけ確認させてください。キャプテンの言葉からです、ね、お願いします。お願いします。目線だけカメラだと。そうです。
はい、確認します。素晴らしいです。超幸せそう。ちょっとあちら大好きだ。大好き。アイスおすすめですよ。アイスこれいきます。おっきいがきます。スチールすべて終了で、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お店で並んでると思うんですけれども、まあ、いろいろこう出してまして、こんなにあるんですよ。そうですね。もう今、ちょっと面白いやつとか、そういうものをいろいろ食べてしまって、これも本当に人気ですね。よかったらお持ちいただいて。はい。いいんですか。大稽古ができます。あ、本当ですか。嬉しいです。これはちょっと子供にあの、ダンボーのやつとポーチが2種類ありますね。右側が多分ポーチですね。いや、もうすごい喜ぶんで、こういうのぜひぜひ、あの、ガチャガチャで開けてみてのお楽しみですんで。お楽しみで。はい、ありがとうございます。どうしたんですか。今ちょっと、あの、圧縮しますけど、出したらくらいで、ちょっと邪魔かもしれないですけど。手に入らないですもんね。基本的には手に入らないです。いや、もう記念にちょっと。やっぱり緑のイメージの方が、はい、そうですね、一番最初に ね発売した商品 で、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、行きます。あいつ何してんねんですね、はい、でもうちょっとお顔出しますね。そうです、はい、あ、いいですね、はい、なんだあいつ。いいっす。素晴らしい。あ、いいですね。ちょっとなんか首かしげてるぐらいの。あ、いい、かわいい。めちゃくちゃいい。それでごめんなさい、もう一回商品話してもらって。そうですね。で、もうちょっと上げたいです、ごめんなさい。で、ちょっとだけ外に。そうです、はい、行きます。あ、いいですね、はい。いい。ちょっと苦笑いぐらいいきますか。あの、内閣発足した時の集合写真みたいな。チーズ、はい、チーズ開発したみたいな。どれ推しですか。そうですね、いつも飲まれてないのだと、例えば、そうですね、アフォガートとか。アフォガートすごいですね。これ最近出たばっかりなんで。アイスにかけるやつですよね。あ、そうそうそう、アイスにこうエスプレッソをかけたのをそのまま豆乳で再現した感じなんで、ちゃんとバニラアイスとエスプレッソを感じるはずです。へぇ、はい、すごい開発者だね。チャイティーとかお好きですか。チャイティーね、すごいレア。チャイティーとアフォガード、これちょっとおしゃれラインですね。買いたいな。嬉しい。あとね、いろんな会社さんとコラボをしてグッズがありまして、あの、UFO キャッチャーとか、かわいい、ガチャガチャとか、おもちゃとか、これはあれ、これなんですか？かき氷できるんですよ。パックのまま凍らして、ここにカポッていてガチャガチャってやったら、豆乳を？そうです。
豆乳かき氷。そうそうそう、すげえ。よかったら、あ、よかったら持って帰ってください。え、これ？いいです、いいです。これはあの、まあ、ポーチですね。うんうん、で、これがあのジョブ。へえ。もう豆乳のパックを入れたい時にぴったりの、はい、持ち歩きのやつ、ね、はい、持ち歩きたい時にぴったりの保冷バッグ。これかわいい、まあ、ペン入れたりさ、あ、よかったこれも持って帰ってください。すごい。で、あとこれ T シャツで、めっちゃありますね。そうです、おかげさまでいろいろやってもらって。これなんですか？これは、これクッションですね。クッション今ちょっと圧縮してますけど、じゃあ T シャツもらおうかな。いいで、どっちやろ。どっちもかわいいな。両方いいですよ。いいですか？はい。呼んでましたよ、さっき。お兄さん、さっきチャビ向こうの呼んでましたよ。楽しい撮影でした。CM って結構割とそのアングルだったりセリフだったりタイミングだったりっていうことをこう重視することが割と多いと思うんですけど、柿内監督の演出が面白くて、そのお芝居をすごく楽しんでくださっているような、ちょっと自由度を与えてくださっている演出で、すごく楽しかったです。ちょっとまあ変わった男の役だでしたので、はい、思い切ってやらせていただきました。はい。仲良い後輩にひょっこりはんっているんですけど、あいつより出たなって思いますね。あの何度も壁から顔出させていただいて楽しかったです。はい。あのお二人は今回初めてですか？はい、はい、初めましてです。はい。どんな方でもいいでしょうか？最高ですよね。最高の作品はあのいくつも見させていただいてるんですけど、生やーって思いましたね。あ、ありがとうございます。いや、僕もあのよく見させていただいていたので、はい、嬉しいです。まだその絡みが全然ないっていうのが。あ、そうですね。はい、はい。もう ロングセラー商品だと思うので、昔から何度も飲んだことありますし、冷蔵庫にこのそのサイズのやつが、このストローですよね、これが置いてあることはよくあって、料理に使ったりだとか、プロテインを豆乳で飲んだりだとか、あとは余ったらもうごくごくそのまま行かせていただいて、あ、だからすごく今回お話しいただいて嬉しかったんですけど、こんなにたくさん味あるんだっていうことを知って、その場面に合わせていろいろ飲み分けられるなと思って、あとはあの朝食欲ないこととかも多いので、これでたくさん栄養補給できちゃうので、そしてめちゃくちゃ美味しいので、やっぱりいいなと思いました。全く一緒です。一言一句一緒です。同じことを話そうとして、あの私も豆乳毎日飲んでいて、でまさかこんなお仕事いただけるなんて思ってなかった。私は朝、そうですね、あんまり朝ごはんをたくさん食べれる方じゃないので、豆乳を温めて飲んでたりとかしますね。はい、すごく身近な存在です。グラフィック撮影の後にちゃんと商品が並んでて、はい、びっくりになってました、ね、いや、すごい、あの種類がね、いっぱい持って帰りました、はい、あんなにあるだなんて、はい、ね、お子さんでも飲めるようにいちごとかフルーツとか、もうそこも網羅しつつ、あのコーヒーとか紅茶みたいな、なんかこう全世代をこう掴みに来て、売れる気満々やなって思いました、ね、キッコーマンもうすごいのに、まだまだ売れる、売れようとしてるなっていう、負けてられんなっていう感じです。お仕事でマネージャーさんと車で移動してる時にこう、運転してもらってて、なんかこう先々のスケジュールとか、お仕事のことで、あれこれなんだっけと思った時に、あのマネージャーさん、これこの日のこれ何でしたっけって時に、あ、運転中だったと思って、でマネージャーさんも優しいから、あ、ちょっと少々待って、お待ちくださいって言って答えようとしてくださるんですけど、ちょっとあの、あ、ごめんごめん、あとでいいっていうやり取りをもう40回ぐらいしてる。
ありますね。あれ今じゃないなって、はい、私関西で阪神の試合とか見に行ったりしてたんですけど、ライトスタンドで寝ます。私は一番応援過激な、しかももうあと1打出たら逆転とかの時に平気で寝る女です。なんで眠くなるんですか？どこでも寝れるんですよ。ね、なんか退屈な試合やったらまだ分かるんですけど、なんか自分でキモいなとは思ってます。はい、今じゃないだろうっていう。すごい声援ですよ、はい、すごい声援なんですけど、はい、周りから突っ込まれたりしないと。いや、もうむちゃくちゃ揺さぶられますね。今寝るみたいな私ネタ合わせ中も寝ちゃうことがあって、普通に漫才の練習中に、はいどうもって言いながらこう寝て、起きるまで相方待ってくれてたり、ちょっと、はい、そういうとこがあります。やっぱ8時間寝れないと未だに足りないってなっちゃいますね。すごい、大谷翔平ですね。大谷選手も言ってましたっけ。はい、そのお仕事、朝すっごく早いことも多いので、うん、なかなかその8時間睡眠取れないことも多いんですけど、やっぱり昼寝とかで足りない分補おうとしちゃいますね、うん、でも8時間がいいみたいですけどね、うん、ね、言いますよね、うん、8時間ぐらい寝た方が、うん、私はまあ極力ご機嫌でいるっていうことですかね。なんかちょっとそうですね、休みがあってもなんかイライラしてたりもったいないなと思ったり、ちょっとやっぱ人生短いんで極力、まあ、楽しんでいこうかなというあれですね。こうあんまこっちに行ったら機嫌悪くなりそうやなっていう方に行かないようにしてますね、極力。感謝の気持ちを忘れないっていうことはずっと変わらず、はい、心がけてますね。こう仕事が立て込んだりとかストレスが溜まったりだとかってなると、結構周りが見えなくなっちゃう時とかに、本当に周りがいないと自分なんて成り立たないんだっていうことをまあ言い聞かせて、感謝の気持ちを常にこう再確認して、できることをできるのであれば伝えるようにしてっていうのは。言葉にしてする方ですか、感謝。もうしつこいぐらい、しつこいぐらいありがとうございましたというようにしてますね、はい、言い過ぎて嘘っぽくなってちょっと気をつけなきゃいけないなと思ってますけどこうやって表に出させてもらう立場ですけど、私も林さんおっしゃったように、まあ一立場でしかないという気持ちで、まあ現場だったり、まあ、いろんなものは多くの人で作り上げてるんだという意識は持つようにしてますね。やっぱりそうですね、20代とかまだ全然大人はとか言っちゃってたんですけど、ようやくその自分が大人として、こう社会人としてなんか自覚するようにようやくなれたので、その意識ってどっから来るんかなと思ったら、やっぱ他の立場の人の気持ちを考えたりとか、違う立場の人の気持ちとか立場を想像力で補うということだと思うんで、まあ、そういったところですかね。一番はデビューをデビューっていつなんですか。私は19とか20歳ぐらいですね、はい、そうですね、もう日じゃないぐらい感じが悪かったので、デビュー当時は全員のことを睨み作家の言うことも聞かず、ネタ見せでは悪態ついてクソみたいなデビュー当時でしたなのでかまそうとするなっていう、ちょっと刀の力を抜いてもうちょっと人の言うことを聞こうっていう。いや、当時のご自身に声をかけるとしたら、調子乗んなっていうですかね、調子乗んなよっていう、はい、